今日は久しぶりに机上の紹介をしていこうと思います。最近の自分の机の上は結構いい感じになってきたなと思っていて、自分なりに結構こだわっているので紹介をしていこうと思います。結構置いているものが多いので長めな動画になると思うんですけれども、最後まで楽しんで見ていただけたら嬉しいなと思います。概要欄に名前とか URL を載せていくので、気になった方は概要欄の方も参考にしていただけたらと思います。まずは使っているテーブルの紹介をしていきます。前回机上紹介をした時は売っていないんじゃないかってデタラメなことを言っていたんですけれども、しっかりと調べたら見つかりました。ビールドというメーカーさんの幅 150cm 奥行き 80cm のウォルナットのダイニングテーブルですね。最近の動画はこの机で撮影をしているんですけれども、本当にこの机を買ってよかったなと思っていて、自然光との相性がとてもいいんですよね。天然のボールなどが使われた机となっていて、非常に質感が良く、紹介するものが綺麗に映ってくれます。表面はデコボコしていないので勉強するのにも向いていて、様々な用途で使えるテーブルとなっています。傷とかが結構目立っちゃうので目立たなくしようかなと思うんですけれども、なんかいい感じに消せるものとかがあったら教えてほしいです。では机の左の方から紹介をしていきます。こちらは BOSE のクワイエットコントロール30という Bluetooth イヤホンですね。ノイズキャンセリング機能が搭載されたイヤホンで、いろんなところで重宝しています。ハードケースが結構良くて、カバンに入れて持ち運ぶのにもかなり安心できるイヤホンですね。続いてこちらはルンルンの560レイニーペンケースのブラックですね。提供してもらった筆箱なんですけれども、機能性にかなり優れた筆箱となっていて、これは本当におすすめできますね。自分も最近はこちらの筆箱をメインで使っています。続いてこちらはマイクですね。いつも iPhone XS で動画を撮影して iMovie で編集しているんですけれども、自分はアフレコという機能を使って後付けで声を入れています。その時にこちらの Shure の MV88 というコンデンサーマイクを使っています。 iPhone の備え付けマイクよりも全然クリアに録音できますし、ライトニング端子にぶっ刺すだけで簡単に録音できてしまうので、17,000円ぐらいしてちょっと高いんですけれども、 iPhone で動画を作っている方にはおすすめできるかなと思います。続いてはシートルのシステム手帳ですね。こちらも提供してもらったものなんですけれども、今日何やるかとかをささっと書いて使っています。置いておくだけでもおしゃれで自分の机に合っているんじゃないかなと思います。こっちも同じく2つともシートルの手帳なんですけれども、これはただ飾っているだけですね。さらに右に行きますと、ペンスタンドがあるんですけれども、セリアで売っているタワーペンスタンドですね。こちらはすごくおすすめです。1つの階に4本ぐらい収納ができて、ちょっとおしゃれなペンとかを入れておくとかなり見栄えが良くなるので、こんな感じで入れております。100円で買えるっていうのがすごく良くて、全然安っぽさもないので、ね、気に入って使っています。この上にはヘルツのロールペンケースを買った時についてきた革のサンキューカードをこんな感じで置いています。下に行きますと、こちらはスリップオンの BT ペンケースの L サイズのキャメルですね。ここのファスナーの留めるところがおしゃれで、セリアのタワーペンスタンドの一番下の階には何も入れていないので、それを隠すために置いています。これも高校生の時から使っていて、だいぶ色も変わってきたペンケースなんですけれども、最近あんまり使えていないので、ちょっとそろそろ使っていかないとなと思っています。でこちらはルンルンの一本差しペンケースですね。自分はあんまり一本差しペンケースを持ち歩く機会っていうのはないんですけれども、机の上に置いておくといい感じに見えるので、見栄えの良さということで置いています。野原工芸のケヤキのシャープペンとマーブルウッドのボールペンとかをこんな感じで飾っています。一番下の土台みたいなものが箱根に行った時に買ったコースターで、その上に箸置きを置いてペンを乗せているといった感じですね。これはマーブルウッドのボールペンを買った時についてきたウッドキューブで、以前動画で表面を磨いたので、こんな感じですごく美しく輝いております。奥に置いてあるのがシャープペンのダブルノック式の口金で、今は固定式口金を使っているので、こんな感じで置いています。右に行くと C カンパニーのルポペンケースですね。とても気に入っているおしゃれなペンケースです。
今は廃盤になってしまったらしいんですけれども、また復刻するかもしれないという話が出ている筆箱ですね。そして動画では初めて紹介するんですけれども、こちらはトミー・ヒルフィガーの腕時計ですね。この腕時計は最近もらったものなんですけれども、すごいタイプで気に入っている腕時計となっています。とてもかっこよくて、ブラウンとゴールドの組み合わせが自分好みで気に入っています。さっきまでネヴェアホイのザ・ローズという木の腕時計をつけていたんですけれども、せっかくなので付け替えてみました。だいぶごっつい腕時計で、腕にも高級感が出てしまいました。続いてこちらはゼブラのフロズリンというデスクペンですね。日本に訪れる外国人に向けた、旅館に置くのを目的とした和モダンなデスクペンとなっているんですけれども、最近のあれのせいで旅館やホテルはなかなか厳しい状態に陥っているかと思います。机の上に溶け込んでくれているので、家に置いてもおしゃれなデスクペンかなと思います。2つ並んでいるのは、パイロットの色雫の小炉と深海というインクですね。とてもおしゃれなデザインのボトルインクです。そんなに自分は万年筆を使う機会が多くないので、あんまり減っていないですね。奥に行きますと、ハコアという木の雑貨を販売しているお店で買ったヒノキのオイルとヒノキの受け皿ですね。下のお皿は実家に置いてあってもらってきたので、詳細はわからないんですけれども、すごくいい感じに置けているので気に入っています。ヒノキの香りってすごい落ち着くので好きなんですけれども、オイルを切らしてしまっているので、そのうち買い替えるつもりです。こちらに立てかけている3つの箱はロッドリング600の新色を買った時に入っていた箱ですね。自分の場合は運よく箱もついてきて、かっこいい箱なのでこんな感じで飾っています。3つも置くと結構インパクトがありますよね。右に行きますと、こちらもシートルの手帳ですね。ここの場所がしっくりとくるので置いています。ワインレッドのような色の革も机の上のアクセントになっていて、結構似合っているんじゃないかなと思います。右下に行きますと、こちらは Y スタジオの真鍮芯ケースを購入した時に入っていた箱ですね。紙なのにシンプルでありながら高級感があってかっこいいという理由で飾っています。こちらはシードのスーパーゴールドという1個500円もする高級な消しゴムですね。使ってもいいんですけれども、恐れ多くて使えないのでケースに入れて立てて飾っています。ちょっと振動とかで衝撃が加わると倒れやすいっていうのが気になるところですが、こちらも高級感があるので飾っています。続いては上の立てかけている筆箱を見ていきましょう。こちらはヘルツのロールペンケースですね。ちょっとバタバタしていてあんまり使えていないんですけれども、おしゃれな筆箱で気に入っています。ベルトみたいにして留めるっていう構造がとてもかっこいいですよね。こちらは中学を卒業したぐらいの時に自分で作ったベーダーダマルダというロールペンケースです。あまり完成度は高いものではないんですけれども、当時の自分からしたらよく頑張ったなといった感じです。将来的にはペンケースのブランドとか立ち上げたいなと考えているので、これからいろいろと試作していくつもりです。こちらはユナイテッドビーズの革製バトンペンケースですね。自分が買った初めての革の筆箱です。続いてもユナイテッドビーズなんですけれども、こちらはタータンチェックバトンペンケースですね。帆布の素材がかなりしっかりとしていて、おしゃれなデザインの筆箱となっています。ちょっと下の方を見ていきましょう。こちらはラミのスクリブルを買った時についてきた箱です。すごくしっかりとした箱で、ペンを買った時にとてもワクワクさせられます。手前のペントレイに入っている時計とかを見ていきましょう。こちらのペントレイなんですけれども、イオンモールに入っている雑貨屋さんで購入した記憶がありますが、詳しいお店は申し訳ないですけれどもわからないですね。そのペントレイの上にダニエル・ウェリントンの腕時計と、沖縄で買ったヤドカリの置物、それからスリップオンの BT コインケースを置いています。続いてはハコアのウォールナットの万年カレンダーですね。こちらはこんな感じで白い板を動かすことによってどの月でも対応させられるカレンダーとなっています。カレンダーを買い替えるっていうのがめんどくさいっていうのもありますし、非常にデザインがおしゃれで長く使っていけるインテリアなので気に入っています。続いてこちらはフォシルの財布ですね。だいぶパンパンになっちゃってるんですけれども、こちらは4年以上使っています。
8000円ぐらいで買ったんですけれども、思った以上に長持ちしてくれて、すごい気に入っている財布なので、これからもずっと使っていくつもりです。こちらはベアホイの腕時計が入っていた竹の箱なんですけれども、なかなかしっくりくる置き場がないので、今はこんな感じで立てかけています。これは多分場所をそのうち変更させると思います。そしてブレンを3本入れている無印のペンスタンドに、セリアで買った木のインテリアがこんな感じで置いてあるんですけれども、これは何かというと撮影の時のスマホスタンド代わりに使っています。こうやってやるとちょっと高めなアングルから撮れますし、寝かせると普通ぐらいのアングルで撮影ができるという優れものですね。こちらはラポルタのスマ立てペンですね。スマホ立てとして使えるボールペンということなんですけれども、自分はスマホ立て専用で使っています。なかなか使い勝手が良くて気に入っていますね。このでかい箱は何ぞやということですが、こちらはカインズホームで買ったレターケースですね。900円ぐらいで買った記憶があります。こちらにとりあえずペンとかを全部しまっています。2列にして収納できるので本当にたくさん入っておすすめです。もう収容スペースがいっぱいになってしまったので、また新しく買わなければいけないと思っています。ちょっとこの机の上のデザインとは合わないとは思うんですけれども、まああまり動画に登場してないですし、デザイン性を考えると、収納力が低下してしまうのでこちらを使っています。いつも使っているパソコンはレッツノートですね。軽くて持ち運びがしやすくて、台本とか書くときに使いまくっています。そして最後なんですけれども、 BenQ の LED デスクライトですね。下からかざすだけで電源をつけられるという近未来的なデスクライトで、かなり広範囲を照らしてくれるので、こちらの大きいダイニングテーブルでも十分な明るさを確保できます。 USB ポートもついているので本当にありがたいですね。ということで今日は機上紹介をしてきました。だいぶ机の上のものが増えたので、なかなか動画を作るのに疲れました。この机の上は、撮影をするスタジオみたいな感じなので、友人が来る時とかは自分が YouTube をやってることがバレないように跡形もなく全て片付けております。なのでめんどくさいのであまり呼びたくないですね。明日質問コーナーの回答動画を投稿しようかなと思います。このチャンネルではリクエストを募集しているので、紹介してほしい文房具ややってほしい企画がありましたらコメントの方よろしくお願いします。限定色とかの情報もありましたらコメントしていただけると嬉しいです。 Twitter と Instagram もやっていて、動画撮影する際にいい写真が撮れたら随時更新しているので、興味のある方はぜひフォローしていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。